調布飛行場は東京都調布市にある日本の飛行場である東京都営空港の一つ正式名称は東京都調布飛行場調布空港と呼ばれることもある調布飛行場付近の空中写真2019年10月30日撮影の3枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成1943年から1945年頃、飛行場北側にある戦闘機用延隊大沢一号北から見る。飛行機が離陸している1941年4月30日、春工式が行われ、東京府によって現在の位置に公共用飛行場として開設された。その時の名称は東京調布飛行場で、これが 現在の東京都調布飛行場の前身である。開設当初は現在の滑走路とほぼ同じ位置のメイン滑走路とメイン滑走路の南端近くで交わる東西方向の往復用滑走路との合計2本のコンクリート舗装滑走路が存在した。第二次世界大戦中はもっぱら日本陸軍が使用した。特に1942年の同リットル空襲以降は 帝都防空拠点として重要視されるようになり、南は現在の味の素スタジアムのあたり、西は現在の警視庁警察学校のあたりまでそれぞれ拡張され、未舗装の滑走地帯となった。第二次世界大戦末期には首都圏に飛来するボーイング B-29 爆撃機などを撃退するために戦闘機体が配備された。 中でも有名なのは三式戦闘機を装備した飛行第244戦隊で京浜地区の空襲のたびに出動し B-29 に体当たりするなどして戦果を上げているが沖縄戦が始まると同戦隊は特攻作戦支援のために九州へ移動したため調布飛行場には偵察機だけが残された第二次世界大戦敗戦後の百四十五年九月 調布飛行場は日本を占領下に置いた連合国軍の関東の占領業務に当たったアメリカ軍によって接収された。舗装滑走路はアメリカ軍の飛行場として使用され、戦時中に拡張された未舗装の西側地区は当初アメリカ軍の水耕農場とされた。また、これら物資輸送のため西部玉川線から専用線が引かれていた。なおその後、その専用線は 敗線となる。1952年になると、対日講和条約と日米安保条約が発効し、それに伴って日米安保条約付随の日米行政協定により、飛行場とともに、超不遂行農園の名称で、接種財産から在日米軍の提供施設区域に切り替えられた。その後、東京都渋谷区にあったアメリカ軍兵舎、住宅施設、ワシントンハイツが、 1964年の東京オリンピック開催に合わせて日本に返還されることになったことから代替住宅施設が建設され関東村住宅地区及び補助飛行場と名称変更されたその後約10年にわたり日本国政府東京都及び6社協の間で返還後の跡地の利用について協議、接衝が繰り返されるその間 1979年3月には、新中央航空が、調布新島間の不定期便運航を開始。さらに1984年12月には、調布大島間が、そして1992年7月には、調布神津島間の不定期便が運航されるようになった。ターミナル前景2013年まで供用された、旧ターミナル建物2013年4月2日に、 新しい旅客ターミナルビルが完成し、共用が始まった。旅客ターミナル内には新中央航空のチェックインカウンター、待合室、自動販売機、トイレなどが設置されており、また、旅客ターミナル前にバス停とタクシー乗り場、車寄せ、駐車場がある。なお、自動販売機には当初部の特産品を販売しているものもある。ボーディングブリッジ、レンタカー会社。 ATM、外貨両替所、レストランなどはないが、10分ほど離れたターミナル街の、空港敷地内にレストラン、プロペラカフェがある。郵便番号182-0032東京都、調布市西町290番3号1995年から、毎年10月頃に、調布飛行場祭りが開催されていたが、後日の PA-46 墜落事故に伴い、2015年度より、 開催を見合わせている。近くにある飛行場巡航当時の門中日本の滑走路の内東西方向の往復用滑走路はアメリカ軍占領時代以降使用されなくなっていたが、1990年代前半まではどちらも航空写真などで旧日本軍時代の補装跡をはっきり確認することができた。しかし、関東村の跡地が 日本国政府から払い下げられて飛行場の開発が始まると、旧滑走路や中期場の舗装跡などは撤去された。撤去後に改めて現在の滑走路、駐機場及びその他の付属施設を新設したため、旧飛行場の面影は現在ほとんど残っていない。現在、一区保存された、旧飛行場の門中と飛行場北側に残された、戦闘機用。 コンクリート延滞号3つが公開されている。ありがとうございます。